はい、今回もですね、コメントに返信する動画を撮らさせていただいております。1日前の、品田さんの動画についたコメントからいきましょうかね。まずはね、花屋龍馬さんに向けた未来予測という動画にコメントがついておりました。品田さん、とてもおためにお話だった、ありがとうございますということで、ためになったら幸いでございます。これからも動画の方よろしくお願いします。次なんですけども、23時間前ですよね、UX さんからコメントが来ました。わしはこんな元気ないですわ。昔に戻れるものなら戻りたいです。あ、私も同じです。しかし、年を取って良いこともあります。なので、女に金がかからなくなって助かっております。あ、なるほどね。これについては私も返信をさせていただきましたけどね。時間が経つといろいろと価値観も変わってきますしね。次ですね、UX さん。昭和人間のわしですが、懐かしかったです。全部懐かしかったです。ありがとうございます。この動画を見て寿命が伸びた気がしますということで、これはですね、昭和のいろんな本を紹介した動画の中で、まあエロ本の自動販売機を紹介する本を買ったよというね、そんな動画でした。なんかのお役に立ったんだったら本当嬉しいです。ありがとうございます。じゃあこの動画はね、概要欄に貼っときますんで、ぜひね、昭和を懐かしんでほっとしたい方はまたね、見てみてください。やっぱ昭和って時代いいですよね。その他 UX さんからコメントはついてないかなと思いますね。じゃあ、あと足立さんからもコメントがありますけど、すでに返信してますんで、今回は品田さんと UX さんに返信したということで一旦終わろうかなと。あ、ゆうさんがコメントくださいました。大和くん大きくなられましたね。男の子はミニカーと新幹線が大好きです。頭が賢そうになるように感じます。いや、恐縮です。ありがとうございます。これからもね、大和くんの動画も私のチャンネルの中でポンポン上げていきますし、それからね、物心ついたら大和くんのアカウントを彼に渡してですね、彼にちょっと動画の更新をさせようかと思いますので、その時までご送検あれ。それでは今回は以上です。